じゃがいもんの北海道掘りたて情報。みんな北海道といえばだよね、食べ物が美味しい。海の幸も山の幸も全て自信を持っておすすめできる食材ばかりなんだよ。ただそれを生み出すにも人の手が必要だよね。農家さんや漁師さんがいてこそなんだ。そうなんだよ。じゃがいもこんにちは。あ、工藤さんこんにちは。北海道の基幹産業である農業、林業、水産業はみんなの生活や暮らしを支えるとっても大切な職業なんだよね。でも北海道では今それを担う人が不足していたり高齢化したりしていて、担い手を育てることが課題となっているんだよね。なり手がいないの？明日からすぐに仕事に就けるっていう職業でもないからね。確かに農業や林業、水産業の仕事をやってみたいなと思ってても、自分がその仕事に就けるかって不安になるよね。わかる。そこで道では北海道漁業就業支援協議会と協力して相談窓口を設けるほか、現地での就業体験プログラムを用意したり、実際に仕事をしている人たちから話を聞く場の提供をしているんだよ。しかも早速ね、来月には札幌市で漁師になりたい人向けに漁業就業フェアを開催して、なりたい人と育てたい人のマッチングの場を準備しているよ。へえ、フェアってどんな感じ？全島各地の漁師さんが寄ってくるので、気になる漁師さんと直接話をすることができるんだ。漁業って難しそうと思うかもしれないけれど、今は漁師の館の下で研修して漁業の基本的な知識や技術を身につけることができるんだよ。このフェアに参加して親方とマッチングすることで研修に進む人がたくさんいるんだよ。フェアに参加したら漁師にぐっと近づく感じがするね。でしょでしょ。だけどそんなに身構えなくても大丈夫だからね。漁師という職業にちょっとでも興味があって、研修はとか、実際家族はどんな風に協力してくれてるのとか、ちょっとした疑問解消のためにフェアに参加してもらって大丈夫だよ。せっかくの機会なのに会場に行けない人は残念だね。大丈夫。先着8名だけど、直接札幌の会場に来ることのできない人もオンラインで漁師さんにいろいろと質問ができるように準備しているよ。いいね。オンラインは予約が必要だけれど、直接会場行くことのできる人は予約不要だよ。13時から15時半の2時間半だけれど、漁師さんが30組を参加してくれるから、いろいろな地域の漁師さんの仕事の様子を聞くことができるよ。行くことで夢に近づけそうだね。漁師になりたいあなた、2月27日日曜日、なりたい職業に近づくチャンスだよ。俺も漁師になれるかな。フェアで聞いてみようかな。早速予約しなくちゃ。またね。